ヒカチョ、ヒューガ・ユージ、イラストのライトノベル。第1巻にあたる、たまらせ彼女はキュートな牧札間が、第9回スニーカー大賞優秀賞を受賞し、長編5巻、短編集1巻が、角川スニーカー文庫より刊行された。シリーズの舞台、平岩雄氏は、作者の出身地、岩手県一ノ関市をモデルにしており、一ノ関市及び、 近辺の実際の地名や高校名などを参考に、したであろう、名称が使われている。たまらせと読む。自分の幽体を武器などに変える能力、及びその使い手や現出する武器そのもののことを指す。形状は様々だが、本人の持つ攻撃意識の延長線上にあるため、多くは既存の武器の形を取る。その性質から、大まかに、直接攻撃型、遠距離攻撃型、 遠隔型に区分されるが、いくつかの性質を合わせ持つものや、これら既存のカテゴリーに入らないたまらせも存在する。またたまらせのメカニズムに関しては、本人の想像力に由来し、例えば、チェーンソーのたまらせでも、内部のメカニズムが再現されて動いているのではなく、紐を引っ張れば、エンジンが動く程度の認識で動いている。たまらせにつけられた名前の多くは、 海外の推理小説のタイトルが元ネタになっている。ちなみに、作中で3000人は、なぜ、たまらせに横文字の名前をつけるのかという問いに、その方がかっこいいからと答えている。生まれた時から体内に性格を持つたまらせ。平は尾での大量発生のように、先天性、たまらせの血を飲むと生まれる。外見や能力に、先天性たまらせとの際は特に見られないが、 体内に性格を持たないためいずれ火星に陥る。性格を飲み込むことで、先天性、たまらせのように火星を自分で制御できるようになり、理性を失うこともなくなる。もともとは裸光を吸収させ、地上からの裸光の放出を安定させる目的で生産されていた。たまらせが裸光を大量に取り込んだ状態。 裸光をブーストさせることでたまらせ及び身体能力が一時的に強化されるが、高天性のたまらせの場合、裸光の毒に精神を侵され理性を失い凶暴になる。また、末期になると裸光を増幅して放つようになり最終的に死に至る。性格を飲み込むことで火星死から免れることができる。火星を起こすと火星門という 唐草模様のようなものが胸元から頬にかけて出る。性格が体内にある場合、自らの意志で火星を起こすことができるが、理性を失うことはなく、攻撃、闘争、回復等の戦闘手段に用いることも可能。しかし、裸光の過剰摂取を防ぐために3分ほどで火星は強制解除し、一定時間虚脱状態に陥る。中、 使用するたまらせがパワーアップして形状が変化することもあるが、サド原ラ三兄弟のように合体変形するという変わり種も存在する。先天性たまらせが製造の中に持つ臓器のようなもの。裸光の毒を排出するラグビーのボール状の石みたいなもの。他人の性格を飲み込むと記憶をたまらせでないものの場合はたまらせも引き継ぐ。また、難しい技術ではあったが、 何らかの物体に他人や死者の性格を埋め込み身につけることによってさらに別のたまらせや記憶を使うことも可能でこの技術を外性格と呼ぶ裸三井から発生している目では見えない光たまらせはこれを吸収して幽体を出す裸光が存在しない場所ではたまらせを出すことができないため東北地方から出てたまらせを使う場合には裸 三石を携帯する必要がある。ある程度の熟練者の場合、集中すれば裸光の量を体で感じることも可能。東北地方一帯に堆積しており、裸光を発する。これをペンダントや銀剣などに加工して携帯することで、どの場所でもたまらせが使える。また、地上から放たれる裸光の量がたまらせで吸収しきれなくなり、 大量の裸光が放出された場合、裸、三井市の隕石が落下すると言い伝えられており、かつて、平岩和尾に落下した隕石もこの裸三井市である。と、有村の人物からはこの隕石は赤金の悪竜と呼ばれている。と、有村の中でも最強とされる12人に渡される探検で、一本一本に名前が付けられている。裸三井市が埋め込まれている。所持者は、 銀券持ち等と呼ばれる。普段は鞘に収められて携帯しているが、基本的に武器としては使うことはない。通常、裸三石はと有村からの任務等で一時的に貸し出されるものだが、銀券は基本的に渡されたものの所有物になる。なお、渡り千十郎のたまらせ、アウトオブザさんは渡り千十郎の所持する銀券。 日輪から放たれる裸光を一点に集中させて攻撃している。銀剣持ちの多くは、東部で内乱が起こった時に逃走し行方不明である。戦闘能力では銀剣持ちと匹敵する力を持ちながらも性格や態度等から利用価値がないとされた人物を渡り千十郎が再利用し、自らの親衛隊とした。5人いる。ありがとうございます。